物干し竿がね、なんかね、折れたんですよ。だからちょっともう新しく2本購入。はい、ということで、買ってまいりました。いや、もともとね、2本かけられるんですけど、1本はね、もう何年ぐらい前にダメになってて、で、もう1本ね、今朝ね、この、根元ら辺がね、折れたんですよ。なんか、もともと多分、鉄にこうステンレスが巻いてあるタイプで、だからもう中が、ね、完全に錆びてたから、これなんかね、今回ね、錆に強いオールステンレス物干し竿ということで、これアイリス大山って書いてる、アイリス大山って書いてあるんですけど、これをね、買ってまいりました、2本。で、1本がね、ちょっと置いてみて、1本が僕ここね、大好きな、チェックポイント。これね。ここ重要。ここ重要。これにハンガーかけたらずれにくいんですよね。まあ、あんまり風が強いとなんかガラガラってずれたりする時もあるんですけど、ここ重要。これがね、耐火が10キロまでいけますね。オールステンレスで錆びにくくて丈夫。これ 2.5 メートル足りるよね。十分足りるね。で、これが1本と、あとはまあ普通のね、もう1本が普通の、今日はね、だからね、普通の買い物っていうかね、なんかこんな感じの動画です。普通のこの、ハンガーをかけるところがない分、これをね、買ってまいりました。これもね、10キロまで対応できるということで、これね、高いか安いかちょっと分かんなかったけど、値段がね、前さ、ロハコで買う動画みたいによくやってましたよね。なんかいろいろね、日用雑貨とかね。物干し竿で、こちらのね、このハンガーかける分が、税抜きで1480円。で、これがない分が980円。で、税込みで、2706円でございました。まあ、高いか安いかどうかわかんないけど、まあ、10年ぐらい使ってたから、まあ、減価償却できてるでしょうということで、まあ、これもね、しばらく使っていけるんじゃないかなと思います。そして、今日の服装でございました。こちらですね。今日は、もう結構これ履いてるんですよ。ジョンブルの普通の5ポケットデニム。普通のね、5ポケットデニムのね、今日も履いておりまして、で、インナーの方が、こちら、無印良品の蝶々綿のシャツでございます。サイズはちなみに L サイズですね。で、インナーはこれもね、無印のパックティーでございます。で、ユニクロのスイングトップブルゾン。で、足元はこちらの、ニューバランス 990V4 のブラックでございました。こんな感じでね、まあ、とは言ってもね、普通に車乗って、ホームセンターに行って、5分ぐらいでパッと買ってきて、車に乗って、帰ってきただけなんですけれども、まあ、一応ね、そんな時でも少しはファッションを楽しもうということでですね、まあ、こんな感じでございます。でそれにしてもね、このね、無印のねシャツいいっすよね。まあデニムでも合わせやすいと思うし、まあカーゴパンツとかでもね、もうまあ白シャツ本当万能なんじゃないかなと思います。結構ね、1枚あったら本当何いろんな服装に合わせやすいから。あとね、まあ時期的な問題もあるせいか、結構早く乾いたりするような気がするんで、とてもね、気に入っております。ということで、あとね、ハマってる飲み物がね、最近あるんですよ。この約1週間ほどなんですけれども、これです。まあ、以前ね、もう何年も前にね、これ、ハマってたものなんですけど、また新たにハマってしまいました。伊藤園の、クローズで活性、モロミスかな。これもともとちっちゃいパックのやつがね、200ml のパックかな。あれずっとね、飲んでた時期あったんですよ。箱買いして。で、最近ちょっとまた、これ見つけたと思って。しかもこれでね、236円だから、結構コスパもいいかなと思って。で、900ml 入ってて、これが1日コップでいくと、1杯分は飲んで大丈夫ですよ、みたいな。目安が 180ml を目安ということでございまして、これがね、リンゴ果汁がね、20% 入ってるんですけれども、このね、若干やっぱ酸っぱいんだけれども、
なんかね、心地いいっていうかね、すっごい飲みやすいから、酸っぱいけれども、これ癖になるんですよ。うん、うまい。なんか喉にも優しいような気がしてね。ということで、最近ハマっている飲み物は伊藤園の黒酢でございました。それで今からね、何をしようかって言ったら、インスタライブでもしようと思います。このさ、セットさ、良くないですか。これバッチリなんですよね。まあまあいいや、とりあえず、ということで、このままインスタライブの方やっていこうじゃないかということで、これね、ちょっとこう角度上げてさ、ストップして、あんまりね、インスタライブはよく分かってないんですけれども、まあ皆さんとお話をできたらいいかなとは思っております。これライブだね。で、これを自分の方に向けないといけない。インカメ、これぐらいでいいかな。こんなもん角度的に OK、 いいね、いきます。それでは、ホットコーヒーも準備いたしましたので、インスタライブを少しね、やっていこうかなと思っております。はい、インスタライブの方スタートしております。こっちの方で、YouTube のね、まあ、日々の日常 Vlog じゃないけれども、一応カメラの方回しておりますので、ありがとうございます。皆様、視聴始めました。ウェーブ、この手のウェーブっていうのがね、未だにちょっとよく分かってないっていうね。はい、18名様今来ていただいております。ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。こっち側にね、今これ iPhone 7 Plus のインカメで撮ってるんですよ。で、こっち側で今 YouTube の方ね、録画できてるね。アスマップはね、反対側でございます。反対側。こんにちは、ありがとうございます。インスタライブってさ、この画面縦画面にしてて、あ、 V5 買いました。縦画面にしてて、下の方にコメントが流れるじゃないですか。だからカメラ目線とはね、結構やっぱずれるんですよね。うん、こんなこともありつつ、皆様はどうお過ごしでございますでしょうか。あ、ここら辺のボタンとか押してみていい？なんか面白いことができるかもしれない。おお、怖っ、なんじゃこりゃ。びっくりした。あ、口が面白いね。あ、こういう楽しみ方があるんだね。こういう楽しみ方がインスタライブではあるようでございます。初めて。ユニクロ U の僕が気に入っているトレーナーがあるじゃないですか。なんかそれが1990円になったのかな。ちょっと欲しいなと思ってるんですけれども、撮っておりますのでですね、動画楽しみにします。ありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、一応こんな感じですね。少しこっちのインスタライブの方を楽しみたいと思いますので、YouTube の録画一旦消しますね。はい、ということでですね、ちょっとインスタライブの方をですね、してみましたが、まあ少しでもね、5分10分でもですね、皆さんとこうお話できたりとかね、まあ、お顔をね、まあ顔をこう見ることはできないんですけれども、まあ、何かこう感じられたらいいかなと思って、やってみたという形でございますが、いかがでございましたでしょうか。じゃあインスタライブの方をとりあえず終わりにします。では7時の動画でお会いしましょう。はい、ということで、最終の視聴者様が65名様ということで、非常にね、こうありがたいですね。という感じでですね、いつもというか、最近インスタライブ、こういった形でですね、動画の方を撮って、おりましたという形ですね。まあ今日はね、ちょっと本当ね、物干し竿が急に折れちゃったんで、まあ、布団とかもやっぱ干したりしないといけないのでですね、まあ、新しいものを買うとか、あと最近ハマっているドリンクだとか、まあ今日の服装はどんな感じだったとか、
という、あの、普通の、普通というか、まあ、こんな感じの動画でございました。まあ、そうだね。まあ、こんな感じでですね、ぼつぼつ好きなことをやっていこうじゃないと思っておりますが、という形で今日は終わりにしたいと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。おかつやしでした。頑張ってみてください。これほんとね、美味しい。まあ、最初ちょっとうってなったんですけど、昔ね、買った時ね、あの、ハマったら結構ハマる味。